皆さんこんにちは、花です。先日レブロンさんの新作発表会へご招待いただいたので行ってきました。でそこで今年の秋レブロンから発売される3種類のメイクてかコスメをいただいたので、今回皆さんに使用感とか、まあそれ以外のインフォメーション等々お伝えしたいなと思ってます。ちなみにこの動画の最後にはそちらのパーティーっていうか発表会の模様もちょこっとだけ動画で載せるので、よかったら見ててください。ではまずはじめに、まずはじめに紹介するのがこちらとこちら。こちらはレブロンジャストビトゥンキサブルリップバームと言って、リップクリームと口紅がオールインワンで一緒になったようなものです。でリップクリームと口紅がオールインワンって言ったら、一個前に出たなんだっけ、あれはリップバターと同じなんじゃないのって思うかもしれないんですけども、こちらはの売りは何と言っても落ちないですね。全く落ちないです。まあ多少色は薄くなると思うんですけど落ちないです。そう、これがすごいびっくりなところで、私がこちらいただいたのはハニーという色と、こちらはスイートハートという結構両極端な色を2色いただきました。ハニーは私が今つけてるんですけども、とってもナチュラルな色、自分の唇の色を補正してくれる感じの色なので、ナチュラルメイクしたい方にはもちろん、ちょっと結構アイメイクとかがっつり入れちゃったからリップはそんなに主張したくないわっていう人とかにもおすすめだと思います。逆にこちらはすごい発色、もうこのままの色を発色してくれるのって、もうビビッと、もうリップがっつり入れたい方にはおすすめです。私はこっちすごい好きなので結構愛用してます。でこれは、保湿成分が結構入ってるんですよね。保湿成分 76% も配合してます。でとっても本当に長持ちするのでおすすめですね。ポーチにこれは絶対お気に入りの色を1本入れてた方がいいです。皆様お願いします。であとはこの繰り出し式になってるのにとっても便利っていうことと、クレヨンタイプなのでしっかりピンポイントに綺麗に塗れるっていうのが特徴かなと思いました。これは本当におすすめです。アメリカの YouTube のグルの方も結構これ大絶賛してる方が多いので、皆様ぜひチェックしてみてください。で次に発売されるのがこちら。こちらは10月に発売されます。見えるかな。こちらはレブロンのカラーステイホイップクリームメイクアップと言って、カラーステイってリキッドファンデーションが出てると思うんですけども、それのクリームタイプです。でクリームだからといって普通のクリームってわけじゃなくて、なんかテクスチャーがすごい面白いんですね。なんかプニュプニュしてるんです。プニュンっていうすっごい面白いテクスチャーをしてます。でな色がこんな感じ。塗るとすごいサラサラ伸びるので肌に負担をかけることなくベースメイクを仕上げることができます。塗り終わった感じこんな感じ、すっごいナチュラルですよね。でこれは薄付きにもしっかりにもできるので、私みたいに薄付きが好みの方でも、いや私ちょっと肌自信ないからしっかりカバーしたいわっていう方にでもおすすめだと思います。うん、これは結構使えますね。なので1個持ってるだけでどんなシーンにも使えるのではないでしょうか。ちなみに下地も不要らしいです。私は下地を使いました。変な固定概念が、ちょっと下地がないと不安っていうのが私の中であるので、私は下地を使用しましたが、下地がなくても OK というのがこちらのファンデーションになります。でこちらもまたまた美容成分が 82% で SPF が20ついてまして、オイルフリーになってます。でなんだろう、すごい潤うのに全くテカらないですね。テカらないっていうかよれない。多少やっぱり油は出てしまうんですけど、ティッシュオフする程度で OK なので。ちなみにある日私は朝6時にメイクをして、夜9時に帰宅するまでメイクをずっとしてたんですけど、一切メイク直しはしなかったです。お粉もはたかなかったです。唯一したのはちょっとティッシュでポッと押さえたぐらいです。それぐらいすっごい綺麗に長時間持ってくれるファンデーションなのでおすすめですね。でつけ心地も軽いしおすすめです。あとは
そんな感じです。こちらの商品もすっごい YouTube で絶賛されてる方が多いので、皆さんも発売されたらぜひチェックしてみてください。ちなみにお色は4色ですね。私が扱っているのが180番という色で、日本人の標準色なので、皆さんも買う際にはぜひぜひこの色を参考に買ってみてください。で、最後に出るのがこちらのマスカラ、レブロンフォトレディ 3D ボリュームマスカラと言って、こちらは確か11月に出ます。で、ブラシを見ていただくとこんな感じのブラシになってて、わかりますか、この綺麗なツヤ、テカテカなツヤ、これがこのマスカラの特徴なんですけど、すごい艶やかな綺麗なマスカラになります。マスカラを塗ることができます。で、結構ブラシも細かいので、奥に隠れていた普段だったら絶対塗れないようなちっちゃなまつげも逃さずしっかりキャッチしてくれます。で、艶やかですっごい綺麗なまつげになりますので、おすすめです。あと、何と言ってもありがたいのが、お湯で落ちるフィルム処方になっているので、目に負担をかけることなくしっかりとクレンジングができますって感じですね。こちらお色1色だけで捨てるのは黒のみです。あとついでに、さっきのリップステインも色を皆様にお見せしたいと思います。こんな感じの色になってますので、ぜひ参考にしてみてください。以上ですね。で、もしこの製品を使ったチュートリアルとか見たいっていう方がいたら、ぜひぜひコメントいただければやりますのでお願いします。では、長い時間でしたが、見てくれてありがとうございます。一応ここで締めるんですけども、この後に新作発表会の様子をちょこっと載せるので、ぜひ見てってください。では、何かありましたら Twitter やブログやこちらのコメント欄、いつも通りコメントくれるとありがたいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。Why do you talk so much? Why don't you just shut up and listen? You can try to block me out, but I'm not going nowhere. You can't even think of my name, even though I've known you since the first grade, and you never look back. Cause you really haven't changed. You used to say when it got cold that my eyes would be the same when I'd get old. And after everything I'm told, I know that love can grab a hold and split your soul to the end of the